州防衛軍の編成状況を緑、活動中の州防衛軍を有する州赤、非活性化された州防衛軍を有する州倍、州防衛軍を有さない、あるいはデータのない州州防衛軍、あるいは州軍、州防衛隊、州軍予備隊は、アメリカ合衆国を構成する、各州の政府が独自に指揮権を有する軍隊である。州兵総局からの部分的な統制を受けてはいる。ものの、 州兵の一部とはされていない。州防衛軍は連邦法及び州法に基づいて設置されており、各州知事の指揮下にある。州防衛軍は決して連邦政府の指揮下に入らないという点で州兵特別される。すべての州兵は1933年改正国防法の元連邦政府指揮下の軍事組織たる合衆国州兵を構成することができるとされている。 この規定により陸軍周辺の構成員及び部隊をアメリカ陸軍に統合することが可能となり、また1947年以降は空軍周辺の構成員及び部隊をアメリカ空軍に統合することが可能となった。連邦政府は州防衛軍についてアメリカ合衆国憲法が定める協定条項、 および合衆国法典第32編第109条 32USC109 のもと、連邦軍のもとで召集、命令、編入されることはないとしており、州兵とは明確に分離されている。一方、同法は、州防衛軍の構成員が、連邦軍の軍務を免除されない旨も定めている。また、合衆国法典第32編第109条では、 連邦軍予備役の一員たる者は防衛軍の隊員となれないとされている。ほぼすべての州で州防衛軍の編成を認めた州法が存在し、22州及びプエルトリコ自治連邦区にて様々な規模の州防衛軍が編成されている。一般的に州防衛軍は災害対処と強度防衛に責任を負う。多くは陸軍部隊として編成されているが、 空海軍が編成されている州もある。建国から1900年代初めまでのアメリカ合衆国は小規模な軍組織のみを有し、戦力の大部分を各地の州民兵に依存していた。そのため、訓練や即応体制の様相も一定ではなかった。その後の米西戦争の結果と同戦争中に投入された民兵及び義勇兵部隊の活動を考慮して、議会では 州民兵に対する訓練の刷新及び制度化、各隊員の能力向上が求められるようになった。1903年、1903年民兵法が議会を通過して、現代の州兵の前身たる民兵組織の編成が行われた。同法において、アメリカ合衆国の民兵は二つ、すなわち組織化された民兵たる州兵と、予備役民兵に分割された。 第一次世界大戦中には、周兵が連邦軍をなす国民軍の一部として出征したため、議会では新たな予備戦力として各州における強度防衛隊の編成を認めた。これに合わせて陸軍長官は強度防衛隊に対するライフル、弾薬、軍需物資の供給を許可した。1933年、議会は周兵組織と 伝統的な州民兵組織を完全に分離するため、連邦戦力たる隊員が各州兵と連邦政府の予備役戦力たる合衆国州兵に同時に登録することを義務付けた。1940年、第二次世界大戦の勃発とそれに伴う州兵の連邦軍編入に伴い、議会は1916年国防法を改正し、 各州政府による州兵以外の軍部隊の保有を認めた。同法の下陸軍省は州警備隊として知られる新しい民兵組織に対する装備供給及び訓練を行うことが可能となった。対戦を通じて多くの州が強度防衛のために同法を活用し、州戦力増強を行った。1947年、独立軍主たる アメリカ空軍が設置されると、議会は、周兵の再編を命じ、陸軍周兵と空軍周兵に分割した。前者は、一般的な地上戦力と一部の航空戦力、後者は、旧航空軍指揮下で活動していた、周兵部隊が有した航空戦力によって構成された。1950年、朝鮮戦争の勃発と周兵の出生に伴い、議会では、 州政府による軍部隊保有を2年間の期限付きで再度許可した。これらの州軍戦力は陸軍長官が必要と認めた範囲において連邦軍の援護の下で訓練を受け、銃や弾薬、衣類や装備品の供給を受けることが可能とされていた。ただし2年の期限が切れた後、連邦法の下で許可が延長されることはなかった。1956年議会では 再度法改正を行い、合衆国法典第32編第109条の下で、州防衛軍の活動を恒久的に認めた。2年後の法改正では、州戦力の名称が防衛軍と改められた。しかし、州政府による戦力増強が活発化するのは、ロナルド・レーガン政権初期の頃に差し掛かってからである。この時期には、国防総省によって、 州防衛軍の増強が強く奨励されていた。ただし、1980年代後半には、各州で軍縮や大規模な再編成が進んだ。1987年には、ユタ州防衛隊に所属する、歌手官兵の多くが、ネオナチ、凶悪犯、精神病患者であることが、明らかになったとして、ユタ州知事の命令の下で、将校31人を除く。 全体委員が解雇された。1990年、バージニア州議会では、戦車を購入するために、予算の節約を行っているという報告を、発端として、州防衛軍の体制に関する調査が行われ、その後の大規模な再編につながった。合同演習の際に移動式書を合同運用する、バージニア防衛軍とバージニア州兵の隊員ら、冷戦終結後は、 州防衛軍に関する関心が各州で薄れていたが2001年のアメリカ同時多発テロ事件後には州防衛軍が連邦軍での勤務資格がない戦式鳥取りたちのガス抜きとなり果てているのではないかと危惧した一部の連邦軍高官によって訓練や装備に関する詳細な調査検討が行われた2008年アラスカ州では州政府の下で実施される 訓練内容及び装備の標準化状況に、著しい問題があるとの調査結果を受け、州防衛軍の武装解除を行った。2010年、アラスカ州兵装官が、義勇兵らに対し、諸君は最悪の緊急事態においてのみ投入され得る、最後の手段としての備えであるとの宣言を行った、ことで、同州防衛軍の地位は一層と低下した。 アラスカ州防衛軍はおよそ半世紀にわたって意図的に骨抜きにされていたが2016年にはビル・ウォーカー知事が州兵総監を更迭し州防衛軍の再編成、州内各地への部隊配置、訓練の改善などの方針を発表した。ニューヨーク・タイムズ紙がニューヨーク防衛隊について将官を含む多数の現職幹部がほとんど あるいは一切の軍事訓練を受けていなかった旨を報じた際にも論争が起こった。元防衛隊将校のピエール・デビッド・ラックスは、例えば君が知事の友人で将軍になりたいなら知事に頼むだけでいい。それであっという間に順庄閣下だと語った。別の元将校は防衛隊に対する多額の予算割当てを支持した衆議会議員に対し称号を送ることも、 横行していたと証言した。極めて稀に行われた出動の内容は、州主催のイベントにおけるバンドやカラーガードといった儀礼関連のものが大半を占めていたという。洪水対策任務の際、ジョージア陸軍州兵隊員に殿を渡す州防衛軍隊員2014年4月、国防総省は各州兵総監らが想定した州防衛軍の運用と実態が乖離し、 混乱が起きていることを示唆する観察総監室による報告書を発表した。これによると、連邦法における州防衛軍関連の規定が不明瞭であり、連邦政府から提供された補助金やリソースを州防衛軍の運用に充てることが違法行為とされる可能性があったため、州兵総監らが州防衛軍を十分に活用することができなかったとしている。また、 周兵との統合的運用についても同様に違法行為とされる可能性があるとして各種任務における合同活動や連邦政府の活動への支援への参加も行われていなかった。訓練の標準化の欠如や不十分な体力の練成状態という実態も周兵のカウンターパートとしての能力を失わせており、これは国防総省による支援や調整が不足したことに起因するとされた。 観察総監室が、州防衛軍交換や州兵総監を対象に行った調査では、19人中18人は、自らが率いる州防衛軍が、組織化された民兵の一部かつ軍法に従属すると考え、18人中14人は、州防衛軍隊員が軍人であると考え、18人中14人は、州防衛軍隊員が、交戦法規上の、 合法的戦闘員であると考え、19人中4人のみが、州防衛軍における銃器を用いた訓練を許可していた。観察総監室が受けた報告によれば、州防衛軍が実施した任務のほとんどが、本質的に、非軍事的活動であり、小規模な捜索救助、防災、その他の非武装国土安全保障関連活動などであった。2015年4月28日、 南西部州で連邦軍が実施したジェイド・ヘルム15演習に関連して市民の間に広まった懸念と混乱に対しテキサス州知事グレッグ・アボットはテキサス州防衛隊の招集を行い演習の監視に加え演習に参加する連邦軍特殊部隊と州当局の連絡の確保を行わせた二千三年アメリカ陸軍大学校による学術誌パラメーターズにて 北方軍は将来的な緊急時計画の立案において、州防衛軍を国土安全保障上必要な能力を発揮し得るものとするべきだとする記事を掲載した。ただし、その後の10年間において、この記事に従うような動きは見られなかった。州防衛軍の改善が求められ始めた1990年初頭以来、議会ではいくつかの関連法案が不成立に終わっている。 例えば2009年にジョー・ウィルソン会議員が提出した HR206 法案は国防長官に対し連邦軍の余剰物資を州防衛軍に供給する権限を与えるものだった。ジム・マーシャルやフランク・ウルフラが共同提案者となった。議会は閉会までに採決を行わなかった。近年、州防衛軍では将来的な任務に備えるべく、 隊員の能力改善や他機関との共同体制の確立といった動きに重点を置いている。2015年7月、バージニア防衛軍は初めて週間、合同通信演習を実施した。この演習には、バージニア防衛軍のほか、テネシー州防衛隊、インディアナ防衛予備隊、テキサス州防衛隊、カリフォルニア州軍予備隊が参加した。防衛軍協会では、 能力向上に向けて各種防衛軍間での能力要件や訓練の標準化といった試みを行っている。その他、陸軍法務学校における軍事、緊急対処訓練プログラムの実施、公平技能省の制定が行われており、将来的には義務関連教育の実施も検討されている。各種防衛軍自体でも能力向上の試みが行われてきた。 2017年3月、カリフォルニア州軍予備隊は、海上部隊を発足させた。この部隊は、沿岸警備補助隊やカリフォルニア州魚類、野生生物局、カリフォルニア州運輸局などの機関と共同で、国土安全保障関連任務を実施することを、想定している。同じく2017年3月、メリーランド防衛軍の大規模な再編が行われた。 従来のトップヘビーな組織構造を改め、職務内容の整理とともに、商工定員が削減された。メリーランド緊急事態管理局支援隊や、サイバー部隊なども新設された。隊員の入隊要件も改められ、年齢、身長、体重に関する審査が厳格化したほか、防衛軍協会が定めた、軍事緊急隊所得技巧の習得が義務付けられた。 こうした改革は、作戦行動時における州兵とのシームレスな合流を目的に行われた。2020年初頭、COVID-19 の感染拡大に対応するため、いくつかの州防衛軍組織が活性化された。2020年4月の時点で、アラスカ州防衛軍、カリフォルニア州防衛隊、コネチカット州地自衛兵隊、ジョージア州防衛軍、インディアナ防衛予備隊、 メリーランド防衛軍、ニューヨーク防衛隊、オハイオ軍予備隊、サウスカロライナ州防衛隊、テネシー州防衛隊、テキサス州防衛隊、バージニア州防衛軍といった州防衛軍組織が各州における感染拡大への対応任務に従事している。現在21の州防衛軍が活動している。2005年に国防総省が発表したところによれば 全米で23の州防衛軍が活動していたという。ニュージャージー州では、州防衛軍の活動を停止している。州兵総局長官命令5500.01では、州兵は、連邦予算を給与、運輸、医療に用いず、またが州国法典第32編第109条の元、元州防衛軍の訓練や支援等の活動を、目的とした。 連邦軍装備の使用を行わないと定められている。プエルトリコ州防衛隊が有する航空支援部隊第1航空基地グループはプエルトリコ空軍州兵の援護を任務とする。テキサス州防衛隊の空軍部隊はテキサス空軍州兵に対する援護と民政当局による防衛支援の提供を行う。現在のコロラド州に活動可能な州防衛軍は存在しないが、 知事に任命された担当者一名が勤務する州、防衛軍が形式的に存続している。バージニア州兵将校と会話するバージニア防衛軍隊員。州兵将校は、ユーシップパターンの野戦服を、防衛軍隊員は、ウッドランドパターンの野戦服を着用している、防災演習の際、州警察の担当者と話すバージニア防衛軍連絡隊の隊員多くの州、 防衛軍では入隊要件は最小限度に止められており、制限年齢以下であれば、軍事訓練経験の有無や軍人としての身体制限を満たさない市民でも入隊が可能である。例えば、カリフォルニア州では入隊前の体力テストは行われず、体重や身長の制限も連邦軍ほど厳しくはない。防衛軍協会が定める軍事緊急対象特技帳は、 多くの州防衛軍における標準的な訓練基準に採用されている。アラバマ、カリフォルニア、インディアナ、オハイオでは、隊員の昇進時の必須要件ともされている。MEMS 省の取得のためには、オンラインでの通信教育や、各州 MEMS 学校での講習が用意されている。これには、連邦緊急事態管理庁など、 関連書機関が提供する講座や地元での防災対象に焦点を絞った訓練、演習などが含まれる。いくつかの州防衛軍では、連邦緊急事態管理庁市民部隊が提供する訓練を利用して、地域危機緊急対応チームの編成を行っている。また、陸軍の方針に従い、サート隊員にレンジャータブなどと同型の希少を与えている州もある。 医療予備部隊を編成に加えている州防衛軍もある。ニューメキシコ州防衛軍令下の第47イム中隊、メリーランド防衛軍令下の第10イム連隊、テキサス州防衛隊令下のイム旅団などは公衆衛生局長官の元市民部隊が提供する訓練を受けた医療予備部隊であり、同時に州防衛軍の部隊としても存在している。 重火器を用いた訓練を行っている州防衛軍も存在するもののほとんどの組織で重要視されていない。2006年に防衛軍協会の系列団体であるアメリカ自由基金が報告したところによれば防衛軍協会が推奨する最低限の訓練水準には重火器訓練も含まれているが多くの組織で実施されていないとしている。また、州議会あるいは 州知事の命令のもと出動する際、防衛軍隊員の武装を認める州法を有する州もある。州防衛軍の閉科省原則として、州防衛軍は連邦軍と同一の制服を着用し、気象類も連邦軍の同等組織に近いものを用いる。AR670 から1に基づき、アーミーサービスユニフォームやバトルドレスユニフォームの着用時には赤い名札を用い、また、 A 氏や戦服及び BDU や戦服を着用する際、所属を示すテープには US アーミーではなく各州防衛軍の名称が入れられる。兵科賞は陸軍と同一のものが用いられるほか、マスケット銃と軍刀が交差する衣装の州防衛軍兵科賞を用いる場合もある。州防衛軍のベレーフラッシュベレー帽着用時には赤いベレーフラッシュを用いる州防衛軍もある。 その他、周期をもとにした、ベレーフラッシュが用いられることもある。ニューヨーク防衛隊では、かつて灰色のベレーフラッシュが用いられていた。現在、ニューヨーク防衛隊では、ベレー帽を廃止し、黒いパトロールキャップを用いている。制服規定は州ごとに異なり、細部に際がある。例えば、テキサス州防衛隊では、陸軍用の標準的な迷彩や戦服を着用し、 州防衛隊の気象を縫い付け、所属を示すテープには、テキサス・ステート・ガードと書かれる。カリフォルニア州軍予備隊では、基本的に、州兵組織と同様の制服類を着用するが、部隊賞とベレーフラッシュは独自のもので、テープには、カリフォルニアと書かれる。ゴアテックスジャケットなどの上着には、階級賞のもとに、CA という気象が付けられる。ニューヨーク防衛隊でもこれと、 類似したパターンを用いる。連邦軍と共同で作業に当たることが多い、ジョージア州防衛軍では、衛診や戦服を制服として採用しており、陸軍と同じ黒いベレー帽には、ジョージア州防衛軍を示す赤いベレーフラッシュを取り付ける。また、所属を示すテープには、ジョージアと書かれる。テネシー州防衛隊とアラバマ州防衛軍では、 ウッドランド名彩を施された BDU や戦服、または TRU や戦服を着用する。TRU は A 氏や戦服とよく似た形状をしているが、混用は認められていない。アラバマ州防衛軍では、スタンダードサービスユニフォームの一部として、青いタクティカルシャツとカーキのタクティカルパンツを採用している。空海軍を有する州防衛軍では、アメリカ空軍やアメリカ海軍、 海兵隊のものをもとにした制服が採用されている。オハイオ州、アラスカ州、ニューヨーク州が制服を着用した海軍民兵を有する。カリフォルニア州、バーモント州、プエルトリコ州が空軍部隊を有する。かつてはインディアナ州にも防空予備隊が存在した。いずれの組織においても州兵総監が制服の規定に関する。 最終的な権限を有しているが、多くの州が連邦軍に習った規定を採用している。アメリカ合衆国憲法の下いくつかの法令や事例に関連し、連邦政府と州防衛軍の関係について議論されたことがある。合衆国法典第32編第109条以外でも、合衆国最高裁判所による次のような判断がある 32USC109 によれば、 州防衛軍が召集されず、命令されず、連邦軍に徴兵されないことは明らかだ。しかし、10USC331-333 によれば、民兵と軍隊の区別において組織されているか否かに、関わらず、すべての民兵組織は、民兵条項に、明記されている目的のための動員に応じることが、求められており、これに基づく召集を受ける、可能性はある。ただし、 最高裁はこの問題について結論するものではないことも明らかにしている。連邦政府が、州防衛軍活性化の権限を持ち得る根拠として、示された条文は以下の3つである。中 USC331 フェデラル・エイド・フォー・ステート・ガバメント・ウェン・レバーゼアイズ・アン・イン・サレクション・イエニ・ステート・アゲンスト・イッツガバメント The president may, upon the, request of its legislature, or of its governor if the legislature cannot be, c o n be, d call into, federal service s u c h of the militia of the other states, in the number requested by that state, and use such of the armed forces, as he c o n t be necessary to suppress the insurrection, 10USC332. use of militia and armed forces to infos, federal authority whenever the president can't do this, that and offer abstractions, combinations, or assemblages, or rebellion against the authority of the united states, make it impracticable in to infos, the laws of the united states in any state are, territory by the ordinary course of judicial proceedings, he may call into, フェデラルサービスサッチオブザミリシアオブエニー・ステート、アンドユーズサッチオブザアームドフォーセス、アズヒー・カンジダースネセサリーツー・インフホス、ゾーズ・ローズ・オアツー・サプレス・ザ・リベリオン、10USC333、インターフェアレンスウィズ・ステート・アンド・フェデラル・ローザ、プレジデント、バイユージングザ・ミリシアオアザアームドフォーセス、オア・ボース、オア・バイエニー・アザー・ミーンズ、シャル・テイクサッチ・メジャーズアズズ・アズヒー・カンジダースネセサリーツー、 suppress, in, a state, any insurrection, domestic violence, and of her combination, or conspiracy, if it, so hinders the execution of the laws of that state, and of the united states within the state, that any part or class of its people is deprived of, a right, privilege, immunity, or protection named in the constitution and s a c u d e t h s by law, and the constituted authorities of that state are, enable, fail, or refuse to, protect that right, privilege, or immunity, or to give that protection or possess or, abstract to, the execution of the laws of the united states are, i n p i s e the course of justice under those laws, in any situation covered by c l a u s the state shall be considered to have denied the c y c l プロテクション・オブ・ザ・ローズ・サキュデス・バイ・ザ・コンスティテューション州防衛軍の再活性化を求める政治家は少なくない。2011年にはニューハンプシャー州議会にて同州防衛隊の恒久的な再建を求める法案が提出されたものの可決には至らなかった。同年夏、アリゾナ州知事ジャン・ブリュワーは同州における州防衛軍の組織を認可する法案に署名した。 二千十八年、カンザス州議会上院議員、デニス・パイルは、カンザス州防衛隊の再建を求める署名を知事へと提出した。これは、学校の警備強化を求める動きの一環として行われた。二千十九年、ペンシルベニア州議会議員、クリスラブは、銃による暴力、国内テロ、およびその他の相互に関連する公衆衛生機の蔓延への対応のため、 ペンシルベニア州防衛隊の再活性化及び近代化を行う法案を提出した。ありがとうございます。